では次の曲でですね最後とさせていただきます。先ほども、ご紹介してますがピータン CD の販売今日やってます。ダイヤは無料でありますので、この機会にぜひ持って帰ってください。この市高バズワーさんのイベントまだまだ感謝祭続いていきますので、ビンゴ大会だったり野菜の詰め放題だったり、ぜひ一緒に最後まで楽しんでいきましょう。私普段ですね曲を自分で作るときに自分の好きなものもの場所だったり食べ物だったり動物だったりアニメーション作品もそうなんですけども、そういったもの あのモチーフにして勝手にテーマソングというのを作るやり方で、よく曲を作るのですが、そういう風にして曲を作っていますので、去年から、今年もこうして2年連続でこの市高ガスマンさんのステージに呼んでいただいていることをご縁に感謝して、そういう気持ちを込めてちょっとですね市高ガスマンさんの曲というわけでもないんですけども、勝手にテーマソングみたいのを短く作ってみましたので、作りたてなんですけども、よかったら聴いてください。下川ガスマンさんといいますと、私の中の知識ではガスだったり電気だったり皆さんのお家に温かいものをぬくもりを運んでくるようなイメージがありましたので、そういう、帰ったらもう温かいお家と家族が待っている、そういう温かい光景をイメージしながら書きました。まだタイトルはないんですけども、ポカポカしたような曲です。